ローランの歌は、フランス最古の女磁誌である。ローランの歌、または、ローランの歌、普通、ラシャンソンでローランは、11世紀成立の、古フランス語女磁誌である。ローランの歌は、シャルルマーニのおいであるローランを称える、約4000行の陰文10音綴りからなる、女磁誌である。ノルマンディ地方で用いられた、アングロイコールノルマン方言の、古フランス語を用いて書かれている。 レコンキスタの初期の戦いとも言える、シャルル・マーニュ率いるフランク王国とイベリア半島のイスラム帝国の戦いを描いた物語である。成立年は諸説があるが11世紀末頃とされている。現存する最も古いものは1170年頃に書かれたオックスフォード写本である。写本はオックスフォード本以外にも14世紀頃のフランコ、プロバンサル語のベニス本。 12世紀前半のドイツ語のコンラッドボンなど複数のものが存在している。一定でない長さのスタンザで書かれ、ルインと呼ばれる母音だけの応音,音で繋がれている。この技巧的な表現を多言語で効果的に再現するのは不可能で、現代の英語訳の翻訳者もほぼ一番近いと思える同義語を当てはめている。もともとは、 ローランを支持する、ブリトン人が歌っていたと言われているが、その後メーヌに、アンジューに、ノルマンディに広まり、国家規模で歌われるようになっていった。シャンソン・ド・ジェストのように、フランスの偉大なる英雄を称える詩としては、最初のもので、愛国家の先駆的存在とも言える。オックスフォードシャフォン。最終祝に登場する、トゥーロルダスが作者であるとされている。ローランの歌ははじめ、 ロンスボウの戦いの直後にゲルマン民族の中から自然発生的に作られていったと思われていた。19世紀後半にはガストン・パリスがそうやってできていった火曜が数世紀を経て受け継がれ、11世紀頃に現在の形になったのではないかという説を発表している。それに対しジョゼフ・ベリエはアーサー・王伝説などと同様に英雄の墓や ローランの角笛だと伝えられている笛、ローランが愛犬デュランダルを叩きつけたと言われる岩などの地域伝承をもとに、11世紀になって、テュロルドというフランスの詩人が一人で作り上げたものだという説を発表した。この発表は学会に大きな反響をもたらしたが、後にパリスたちの言う歌謡に関する資料が発見されたり、歴史家たちから批判が出たりしている。 テュロルド説に関して言えば、一番古い手書き本は12世紀前半のものと言われる。これはオックスフォード大学に所蔵されており、テュロルデゥス戦シ部君の書、ここに終わるとあって、末尾に戦者の署名もある。これに従えば、かつてのラテン語の記録を聖職者たちがまとめ、伝承に習って作ったものと考えられる。サラセンと戦闘するローラン。 ローランの死シャルルマーニュには十二勇士と呼ばれる武勇に引いてた神家がいた。その一人、ローランは彼が特に目をかけている老いだった。この時代、サラセン帝国の支配下にあったイベリア半島をキリスト教徒の手に取り戻すべく、シャルルマーニュと十二勇士はイベリア半島に遠征し、イスパニアで戦っていた。配色が濃くなると、サラゴサのサラセン人、オーマルシルは、 シャルル・マーニュと停戦交渉するための使者を派遣し、シャルル・マーニュがフランク王国へ帰り、アーヘンに戻るならば、マルシル王も共に行き、キリスト教徒に改収するだろう。そしてまた多くの贈り物を送るとともに人質を差し出すだろう、と告げた。サラセン人の降伏を受ける田舎で会議は揉めた。ローランは以前に、 フランク王国から送った二人の死者が殺されていることを挙げ、彼らのことは信用できないと意見するが、ガヌロンは好条件だから和睦を受けるべきだと主張した。迷いながらもシャルル・マーニュは幸福を受け入れることに決めるが、そこで新たに変身の死者を誰にするかが問題になった。ネーム、ローラン、オリビエ、トゥルパンらの四人は、自ら行くと進み出る。 ところがシャルル・マーニは、彼らに、別の誰かを推薦しろと命じる。そこでローランは、死望にたけた自分のママ父であるガヌロンを押す。それを知ったガヌロンは、殺されるかもしれない死者に押されたことで動揺して、ローランの心を疑う。自分が死んだ場合、彼が亡き後の領地を乗っ取るのではないかと、疑心暗鬼に駆られ、ついには激怒し、ローランへの復讐を誓う。 死者として、ガヌロンを迎えたのは、サラセンの優勝ブランカンドラインだった。彼らは、マルシル王のところへ向かう途中で、意気投合し、やがて、ローランを殺す計略を立てた。それは一旦敗北を受け入れたことにして、シャルルマーニュが帰国するところを狙い、その背後から騙し討ちにしようという作戦だった。ガヌロンは、マルシル王に、ローランを殺すことが、 王の今後を安泰にするだろうと話して、計略を整えた。そうして、マルシル王から、多くの貢ぎ物と人質を受け取ると、ガヌロンは何食わぬ顔で、シャルルマーニュの元へと帰った。シャルルマーニュは、ガヌロンからのマルシル王の返事を受けて、フランク王国へ帰ること決めた。そこで、伝軍を誰に任せるかと進化を集めて相談すると、ガヌロンは、 かねての計画通りローランを推薦した。何も知らないローランは、遺産でその任を受けてしまうが、十二優勝はこぞって、ローランと運命を共にすることを選んだので、二万人が、ローランと共に伝軍として残ることになった。残された、ローランたちは、その後、サラ先人の大軍が近づいていることに気づいた。そのあまりの人数にオリビエは、 ローランに角笛を吹いて援軍を呼ぶように求めるが、ローランは虚栄心からそれを断ってしまう。ローランたちの軍は攻め込むサラ戦軍を次々と打ちと取るものの、次から次に襲いかかる新たなマルシル王の軍勢に対して大勢に無勢となって苦しみ、ついに残り60機となってしまった。十二優勝も次々と倒れてローランも窮地に陥り仕方なく 角笛を吹かざるを得なくなった。計略が露見しそうになり、ガヌロンは場を取り繕ろうと試みるが、シャルルマーには、その行動から彼の裏切りに気づき、ガヌロンを拘束するように命じると、すぐに自ら戦場へと向かった。ローランは再び戦闘に戻る。彼は、マルシル王が、フランク王国の勇士たちを討ち取る様を見て奮起し、王に切りつけて、 彼の右の拳を切り落とし、さらにマルシル王の王子ジュルファルーの首も打ち取った。ローランの奮戦ぶりに恐れをなした、サラ戦軍は退却する。その後、エチオピア軍の軍勢5万人がやってくる。この戦いでローランは、親友オリビエを失う。彼は敵に、致命傷を与えたが負傷してしまい、最後に、彼の妹、ローランの婚約者でもあるオードのことを、 心配して、ローランによろしく頼むと言って果ててしまう。近づく自らの死を悟ったローランは、最後に、聖剣、デュランダルを岩に叩きつけて粉砕しようとしたが、剣は、折れずに、岩がま、ぶたつに裂けてしまった。やっと、シャルルマーニの軍勢が、サラ先人たちをなぎ倒して、ついに、門上はの勝ち時が上がった。その時すでに遅く、ローランは、 大奮闘の末に、その生涯を閉じていた。その後、裏切り者ガヌロンは、裁判にかけられ、除名単元もあったものの結局は、八咲きの刑となり、彼の親族もまた処刑された。フランク王国側、サラセン帝国側750年当時の、イベリア半島。黄緑色の部分が、イスラム国家、ロンスボウ峠の記念碑基本的に778年の、 ロンスボーの戦いをめぐる歴史的事実をもとにしているが物語と歴史の事実が異なる部分もある。例えば歴史上では戦う相手がバスク人とガス購入人であったのに対し詩の中ではイスラム教徒に変えられている。その他にも多くの点で恣意的に歴史とは違えられたところがあるとされる。ただしイスラム帝国の一部であるアトゥマイヤ朝との戦争は 史実で、ローランの歌でもアブドアラフマーン一世の戦闘の勝利を称賛している部分がある。これは、11世紀という十字軍の時代に、イスラム教徒に対抗するキリスト教徒を勇気づける役割をこの歌が担っていたからであり、歴史的事実とは、反するながらも、中世の騎士道精神を示す典型的な例になっていると考えられている。十一世紀後半までには、 現代のローランの歌は出来上がっていた。しかし伝説によって膨らまされた部分が大きくなって、歴史的な考察はほとんど姿を消していた。この戦いの時点で、シャルル・マーニュは36歳であるが、歌の中では白ひげを垂らし、終わりなき戦いにたけた人物とされている。シャルル・マーニュの伝記作者であるアインハルトは、シャルル・マーニュの同時代の人物で、伝記作者のみならず、 古文役として、シャルル・マーニュの王子のルイ一世に仕えた人物である。アインハルトは、スペイン遠征からフランスへの帰国の途に着いた、シャルル・マーニュ軍の後衛が、軽装備で有利な地点から襲った、バスク人のために、殲滅の悲劇にあったことを伝え、戦死した将の一人として、ブリタニア編共白フルオドランドの名を挙げている。史実では、シャルル・マーニュは、 サラセン人支配下のサラゴサを包囲こそしたが、攻略しておらず、彼は、四季のうちのいずれか、あるいは夏にのみ、そこに泊まり、その後ピレネーに退却したらしい。アインハルトの著作には、ロンスボー峠という名前ではなく、ただ、ピレネー山脈の峠とのみ書かれている。また、シャルルマーニュが、イベリア半島に行ったのは、サラセン人の大使からの招きで、 戦いの終結と反乱軍放棄の援助を求められたためで戦争のためにイベリア半島に赴いたのではなかった。さらに歴史的には12人の優勝の名も当然ガヌロンの名前も確認されていない。アナレ・レグニ・フランコムもシャルル・マーニュの後衛部隊の虐殺やロンス・ボーという記述はなく歌には登場するマルシル・バリガンという名前も出てこない。 800年に出されたアナレレグニフランコムに、バスクのゲリラ軍が、シャルルマーニュの後衛軍ではなく、全軍と戦ったという記述が見られる。また、12勇士は、常に、同じ12名ではなく、いくつかの伝説によれば、シャルルマーニュの親友にして、最も信頼できる選手であった。彼らのことをパラダンもしくは、パラディンと呼ぶが、この名称は、パラティーヌと、同義で、 イタリア語のパラティーノからの借用例であると思われる。1978年にクラウスキンスキー主演で映画化されている。ありがとうございます。